さあアプリオです。妄想増車計画ボリューム2ということでね、ちょっと話をしようかなと思ってます。今日はね、このアプリオさんについての妄想増車計画です。アプリオのね、今後どうするのかっていうのをね、ちょっとね考えてるところではあるんですよ。1998年式なんですよ。なので、今年でね24年目の車体です。エンジンはね、ほぼっていうか、もうオイル足すぐらいしかしてないです。なので、もう全くのノーメンテ状態ですね。メンテナンス全くしてない状態なんですけど、走ることに関してはよく走ってくれます。なので置いといてもいいっちゃ置いといていいんですけど、置き場所の問題とかね、そういったところもあるのと、うちのね嫁様もね、小型のね、スクーター、小型自動二輪のオートマ限定、ですね、125まで のスクーターに乗れるようになったので免許取りに行ったんでね、アプリオさんの重要度っていうのがね、そこまで高くなくなっちゃったんですよね。低くなっちゃったんですよ。その計画的にはね、3つのパターンがあるんですよ。まず1つ目は、単純にこのアプリオを原付禁酒のスクーター、例えばアドレスとかアクシスとかリードとか、そういったものに置き換えるっていうのが一つ。二つ目の案が、NMAX をミッション車、中免なり何なりに変える。でアプリオさんは維持するっていうのが2つ目の案、ね、で NMAX を嫁様に乗ってもらうというのが2つ目の案、で3つ目、他何あんねんって話でしょ。アプリオさんボアアップできんのね、ボアアップキットがね、まだアマゾンとかで、2万円しないデイトナーのキットかな、がそれが1万円ちょっとぐらいで、販売されてるので、それをね購入してバラして組むと。で登録変更して、84cc かな、60何 cc かなにボアアップして、黄色ナンバーを取得して、アプリオさんを原付2種にこうバージョンアップというかグレードアップするっていうのもね一つのねパターンなんですけど、3番目は一番なしかなっていう感じはしてます。というのも、僕が多分いじるとね壊します、間違いなく、ね、壊すと、バラした後に組めなくなると思うんですよ ね、 やっぱり、ね、こうね、何でも経験がないからとかいうのはねあまり痛くはないんですけど、自分にねこう向き不向きっていうのがねあると思うんですよ、ね、人にね向き不向き、いじりたいけど多分いじると壊すっていうのが自分で一番分かってるんですよねすぐ壊す、というか説明書ちゃんと読まへんのが悪いんですけどね。で怒って物に当たるっていうのでこう最低なね結末を迎えそうな気がするので、ボアアップはねちょっとしたいんですけど、したらねこれまだ乗れるんで、
ちょっとねどうしようかなっていうことで思ってます。まあこのねアプリオがまだ自賠責が来年の3月まであるので、まあ、そこまでね、まあ、先までねここまだまだね時間はあと半年以上あるので、まあそこまでには考えたいなとは思ってます。まあ3月にね手放せば税金もかからないしというところで、ねこれね直進二輪通行止めなんでこれ右曲がりますよ。いしょ。はあ、まあねそんなね増車なんとかあかんとか言いながらクロンド行けね来ました。